スバル EJ20、スバル EJ20 とは、スバル、2017年3月31日以前は、富士中工業名義が1988年12月より、生産を行っている、排気量 2000cc の水平対向4、気筒エンジンである、EJ 型エンジンのうちの1機種としてラインナップされる。2019年度末に生産が終了する予定である、基本設計を、 スバル1000の時代まで遡る EA 型に変わる新時代のエンジンとして1989年1月に初代レガシーと共にデビューした EJ20 はその後改良を重ね続け2019年現在でも国内で販売されているスバルの乗用車の主力エンジンとなっている排気量は 1994cc ヘッド構造は搭載されるモデルに合わせて サイチェ C16 バルブと DOHC16 バルブがあり、スポーツ、ラグジュアリーグレード用のインタークーラー付け、ターボチャージャー搭載型の DOHC エンジンも用意される。他にも、気迫燃焼型 EJ20N、e、CNG 仕様 EJ20C の環境対応型、北海道のタクシー会社向けに搭載された LPG 対応型など幅広いラインナップがある。 ターボチャージャー搭載型は発表当時から幾度もクラス最強の座を他社から奪い取ってきたエンジンであり、スバルのモータースポーツ活動を草の根レベルから支えてきたエンジンである。基本的には 4000rpm 付近から一気に出力を高める中高回転型エンジンであるが、各種の改良により時代の要求による車体重量の増加にかなうだけの低回転域のトルクを得てきた。 現在までに量産されている EJ20 の最高出力は量産型標準仕様で高標値3 0 8 p s 2 2 7ットであり、最大トルクは4 3ラム m 4 2 2 n m に達する、いずれもインプレッサ WRXSTI。基本設計が20年近く生かされることは、極端に長かった日産 L 型エンジンのような例を除けば、 乗用車用エンジンとして稀であり、自動車雑誌などでは、幾度も主力車種のモデルチェンジに合わて、EG30 型や L15 型エンジンを下敷きにした、完全新設計の水平対向エンジンに切り替わると、噂がされていたが、旧型インプレッサや2008年発売の新車種、XC がにも採用されている。スバル車は年改めと呼ばれる一年周期の改良が、施される上、 多種多様なモデル、グレードに EJ20 を使ってきたため変遷が多い。特に、スポーツグレード、特別仕様が多いインプレッサ特に、WRXSTI では、三菱、ランサーエーボリューション、エンジンは、直列4気筒の 4G63 という公的種を持ち、他のスバル車と比べてもモデルライフが長いため、年改めで搭載エンジン形式名のサフィックス。 設備時が変わるほどの変更を受けることがあった。そして長い間に数々の変更を受けてきたため、初期の EJ20 と現在生産されている EJ20 ではまるで物のようになってきている。ピストンや、旧排気の取り回しはもちろん、クランクの前後位置を決めるスラストベアリングの位置すら変わっており、初代である BC、BF 型レガシー搭載の EJ20 と BP、 L 型レガシーに搭載される EJ20 で同じなのは、ブロックの外観寸法とボアストローク比、シリンダーブロックや、シリンダーヘッドがアルミニウム合金で作られていること、バルブ本数、タイミングベルトの長さと取り付け状態、ヘッドボルトのネジ穴1、エンジンマウント1くらいである。また同じ形式同じ生産時期ながら変更が多いのもこのエンジンの特徴で、ヘッド、ロッカーカバー、ピストンは、 幾度も変更されている。不都合対策のためのパーツまで網羅すると、量産型ながら、わずか3000基程度しか作られなかったエンジンもあり、エンジン形式と年式だけではわからない部分が何十種類も存在するため、部品注文の際は注意を要する。派生エンジンとしては、EJ20 登場当時に同時に発表された EJ18 をはじめ、 EJ20 の工程はそのまま内径を広げた EJ22、EJ22STI、e、仕様、インプレッサ22バイト専用、内径をさらに広げ工程を伸ばした EJ25、また内径、工程とも縮小した EJ15、EJ16、e、がある。また、直径のモデルとは言えないものの、アルシオネ SVX 搭載の EJ33 は、内径工程や、 その他主要部分の設計手法が EJ20 をベースとした EJ22 と同じであり、EJ から2気筒を追加したエンジンと呼ばれることがある。登場から30年を経過しており、2019年9月現在では唯一、馬ケ WRXSTI 専用の EJ20 型のみが生産されている。 2019年度内でのエンジンの生産終了と2019年12月末のバケークスティジュ中終了が発表された。BC、BF 型レガシーの時代から現在に至るまで2.0リットルベースグレードを中心に使われるエンジン。BC、BF 型レガシー、BD、BG 型レガシー GC、GF 型インプレッサー。 HX-20SSF 型フォレスター。BE-BH 型レガシー SG 型フォレスター、AC 型。b l b p 型レガシー GE-GH 型インプレッサー 20SSG 型フォレスター、D 型以降。BC-BF 型レガシーから長い間改良を加えて、使われたエンジンで ABEX 仕様が標準化するまで、ナノ主力エンジンであった。 なお、アベックス仕様と異なり、レギュラーガソリン仕様であった。BC、BF 型及び BD、BG 型レガシー、9ギガアカムを連続位相化変式にしたもので、GC、GF 型インプレッサー SRX に初搭載された。SRX は人気のあった STI 等の影に隠れ短命に終わったものの、エンジン自体は以後改良を加え他社に採用を拡大。 初期は最高出力 155PS であったが、BP、BL 型レガシー搭載にあたり 190PS、m t g をまで引き上げられ、他のなし用 EJ20 とは一味違う軽快な、吹き上がりが魅力的なスポーツエンジンとして発展してきた。しかし2007年に発売された3代目ォレスターでは、レギュラーガソリン指定とした環境対応型 DOHC エンジンが搭載された。 これは常述のスポーツエンジンの流れではなく、レギュラーガソリン仕様のサイチェシーエンジンの後継にあたる。なお2008年に発売されたエクシーガにも、同様のエンジンが搭載されている。BE、BH 型レガシー GC、GF 型インプレッサ GD、GG 型インプレッサ。BL、BB 型レガシー、SH 型フォレスター、前期型。 やがた XC がターボチャージャーが装着されているエンジンはすべて DOHC である。強化、軽量化された専用ボディと6速、クロスレシオ MT の組み合わせで、停止時速 100km 加速は、最速4.5秒と排気量2.0リットルクラスとしては、驚異的な数値を出した。これは、同時期に生産された、BMW M3、アウディ RS4 等1クラス上の海外港。 出力モデルと同等か、早いくらいで、量産シャドークラスでこれを超える加速性能を提供できるのは、三菱、ランサーエボリューションのみである。ただし、最高速は加速とつながりを重視したギアヒトの兼ね合いもあり、6速で時速 240km 程度である。20年以上も長い間、スバルの主力エンジンとして搭載され続けてきた EJ20 だが、 近年の車体の高級化、大型化よる重量増加などが原因となり、2008年あたりから搭載車種を徐々に減らしてきている。すでに北米モデルではトルクに余裕がある EJ25 が主力であり、2009年時点で北米における EJ20 搭載車種はない。さらに2009年5月20日に発表された5代目、BM、BR 型レガシーでも国内モルでは4、基礎エンジンは、 EJ25 のみとなった、ただし欧州向けには EJ20 が残存。また、2009年2月24日発表のインプレッサ WRX STIA ライン、国内向け同車種としては最大排気量、インプレッサ STI としては初の AT 搭載ラグジュアリーモデルにも EJ25、ターボエンジンが搭載されている。EJ25 は、 内径が 99.5mm と非常に大きい、ため、工程が 79mm と EJ20 より 4mm、長いにもかかわらずショートストロークエンジンである。そのためか、登場当時から EJ20 同様に軽快な、吹け上がりと2.5リットルクラスながら EJ20 と同数砲で、重量もほぼ同じ小型軽量であったことが好評で、 特に海外仕様の EJ25 ターボエンジンは、インターナショナルエンジンオブザイヤーの2.0から2.5リットル部門賞を2度獲得するなど高い評価を受けている。基本レイアウト、ボアピッチや列ッキハイト等や車両への搭載方法が EJ20 と同じで、外観寸法も EJ20 とほぼ同一であり、メーカーとしても大きな設計変更なく余裕のあるエンジンに乾燥できる子から、 各車種とも徐々に EJ25 の採用を増やしてきた。また2000年を過ぎてから長い間、噂されてきた新エンジンについては、富士重工が2010年9月23日に、群馬製作所大泉工場で21年ぶりとなる、新型エンジンの FB 型エンジンを発表。EJ 型エンジンに代わる2.0から2.5リットルクラス、4気筒水平対向エンジンとして、 フォレスターを皮切りに搭載範囲を順次拡大していくことが伝えられた。自然吸気用として開発されたこのエンジンは群馬製作所大泉工場内の専用工場にいて生産され e j 型とは違いないリ 84mm、工程 90mm とロングストローク化を達成、各種改良によりコストダウンとともに高効率化し、出力や燃費の向上の他にも、 将来対応が厳しくなることが予想される、環境性能も十分に満足させる発展的設計を取り入れたとされている。その内容も EJ 型のやり方を踏襲するのではなく、完全新設計で EJ30 型等に近い、より現代的な内容となっている。このようにスバルを数々のヒット車種と共に支え続けてきた EJ20 も、 徐々に役目を終えようとしているところであるが、その一方で、モータースポーツの世界で十分な実績を持つ EJ20 型ターボンジンは、数々の弱点を克服しながら、高回転高出力型のスポーツユニットとして、長年改良されてきたこともあり、またスバル自身もターボエンジンは、当面、これまで同様 EJ 型の第2世代水平対抗、M を用いていくと発表していることから、 まだまだ活躍の場が残されていると思われる。信頼性は今や十分と言えるほどであり、ドライブフィールとともに最高出力も年を追うごとに上がってきいる。最終的にスバルの判断と国土交通省の許認可次第ではあるが、3代目インプレッサ WRXSTI で到達した 308PS を超える出力を近いうちに得て、後継エンジン登場後も、 しばらくの間採用され続ける子も考えられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。